WRRR。 はい、どうも、リュウケンです。ウミです。2人合わせてダブルです。お願いします。はい、ということで、はい、夏ですね。夏バテしてます。夏バテ中なんですよね、ちょっとね、ルーミンさんね。なんかね、うん、今年さ、なんかその暑い日もあるけどさ、なんかこう、若干気温の落差あるじゃん。あるね。ぐったりしてきます。そんなね、ルーミンさんにですね、はい、楽しく遊べて、はい、美味しい食べ物っていうのをね、やっていこうと思います。いいですね。はい。チョコバナナですか？チョコバナナではない。祭りではないです。祭りじゃないんだ。でもね、祭りと同じ感じで、もうみんなが楽しめる、もう一個あります。うん、それが、こちら、バーン。どうでしょうか。そうめんスライダージュラシックパークバージョンでございます。ジュラシックパークバージョンのそうめんスライダーですね。これなんか見たことあるんですけど。お気づきになられた。こちらですね、誠がやってるラボメン TV で一回ね、動画で使ってました。そうだよ。それで部屋の中でってさ、なんかもう部屋水浸しみたいな。あ、そうそう。カーペットが死んだ。カーペットが死にましたみたいな。聞いたんですけど。うん。あの、借りることがね、できたんで、はい。はい。今回ね、僕らもね、これを使って遊んでいきたいと思います。はい。そうめんスライダーなんで、まあ、そうめんね、流すっていうのはもう誠たちがやってんの。やってたよ。やってるんで、僕らはね、そうめんじゃないものを流したいと思います。はい、夏といえば、あれです。じゃじゃーん。夏場で人気良さそうな冷やし中華、黒酢版。今回はこの冷やし中華をそうめんスライダーに流して、はい、流し冷やし中華をやりたいと思います。冷やし中華始めました。早速こいつね、かなりでかくて凶暴なんで、うん、組み立てて冷やし中華の、ね、準備もしていこうと思います。それでは行きましょう。はい、どうでしょうか。でかいね。でかい。さすが最長っていう歌だけはあるね。レジャーシートいっぱいいっぱいですよ。いっぱいいっぱいですよ。作るのは大体ですね、1時間ぐらいかな。1時間弱かな、結構大組み立て。で、まだね、水はね、流してないので、うん、ここからね、水を入れて流していきます。はい、で、その前にですね、こちら、冷やし中華の具材たちでございます。はーい。卵。うん。卵が美味しいよね。で、きゅうり。で、ハムと、なんかキムチも入れました。で、タレがね、そばチョコに入ってます、うん、いいですね。で、麺が今回3玉です。はい、3玉です。すごいね、大盛りです。大盛りですわ。はい、今回これをね、流して流して食べる、食べるということで、つけて食べる。よし、じゃあね、早速ね、水をね、流していきましょう。はい、内側の線ってさ、うん、ここでいいの、この段差でいいの。いいじゃない、結構な量必要なの。入れます。はい、こんなもんで、こんな感じでね、水を足したら、じゃあスイッチを入れていこうか。はい、入れます。はい。わー、上から流れた。繋がってきた、流れてきた。ほら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 、カッパカッパしてる、カッパカッパしてる。で、水がうわーって流れてます。わー、すごいすごいすごい。大丈夫か。そう、どっか漏れてるとか大丈夫か。漏れてないね。そうですね。うん、早速お願いします。流しましょう。流してください。えい、おーい、はーい、流れる。おー、流れてる。はい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 、おい、こう流れてって、あれでもいた、あ、疲れた。はい、いいですね。ここにね、溜まってるやつを、よいしょ、救出。いただきます。うまい、うまい、うん、あ、うまいんだ。うまいけど大体するとすげえしょっぱい。さあ、流れてくるよ。来た。よいしょ、つかんだ。楽しいね。楽しい。あれだね、これ何人かいた方がもっと楽しいね、やっぱり。なあ、そうだね。あの、流れすぎる、早い。流れすぎる、早い。早い。あー、びちゃびちゃだ。掘るときにやっぱ水をさ、せき止めちゃうから余計にね。先生。なあ、早いっす。早いっす。水をさ、うまい。でも、冷やし中華うまいね。いただきます。はい、うん、どうですか。おいしい。おいしい。うん、具材をぶち込みました。具材もね、こんな感じで入れて、これしょっぱい、絶対しょっぱいよ。どの段で取るかってさ、思うよね。確かに。いきます。流れろ、ほうゴー。シューンさん、落ちるところ、ルビーはどこで取る。あ、触れた。あ、取れない、取れない。さあ、こっちだ、こっち。結構早いな。早いね。早い。ああ、ほとんど大変じゃん、思ったより。意外と大変だよね、これ、うん、なんか麺がさ、太いからさ、そうめんっていうよりも、だからさ、結構落ちるの早いのかも。早いと思う。あんまり多く流しすぎてもね、取れないんで。ほっ、
さあ、ゆっくり流れて流れて、おー、レミ取った、取りました。あ、ちょっと残念、残留が、あ、あ、流れた、逃げられました。本当どこで取るか悩む、悩むね、加速する、さっくりか、おー、先止めるぜ、あー見事にすかしたぞ、今結構大変ですね。うん、さあ食べて、うん、おいしい、おいしい、いいね、もうちょっと麺欲しい、もうちょっと麺欲しいね。クローズだからさ、さっぱり食べれていいね、そうだね、かけてても食べれる、うん、食べやすい、キムチもおいしい、そう、冷やし床とキムチもね、結構ね、合うんだよ、おいしい、お願いします、ほっ、うらー、うわー、今です、あー、うわー、めっちゃ、あー、待って、残骸、残骸、残骸、おいこれもいっぱい、こんな感じで具を入れて、そう、そんな感じ食べます、いきます、さあ、来い、さあ、いらっしゃい、さあ、うわ、よいしょ、取った、うまい、早い、早い、感想とか言い間がない、これさ、私もさ、今、うわー、私もお、まずは自分で流す、自分で取る、できたー、できたー、できねー、できねー、あー、できたー、あー、大変なことになってます、落ちました、さあ、来い、うら、この恐竜手前取る、あー、いけない、いけない、うわー、間に合った、間に合った、お、すごい、間に合ったけど大変、もう一回来ますよ、あ、やっぱ夏といったら冷やし中華だよね。いや、そうめんの食べ方って面白いね。そうだ、そもそもなんでさ、うん、流しそうめんってあるけど、あれなんで始まったの？なんで始まったか、新聞社の記者さんが、うん、村仕事の時にこの量を得ようと野外で湯がいたそうめんを酒に入れた赤地故郷の冷水にさらし食べたいって光景がヒントになったと言われています。なるほどね、やっぱ外でさ、暑い仕事してる時に、うん、ちょっとでもこう涼しさをってことで、そういう風な食べ方をしたのが最初の由来だし、そうなんだ、量多くね、それ量多いね、量多いよ、はい、あー、ここ入んだった、ここ結構ね、取りやすい、ほんと多分ね、場所によって取りやすい場所と取りにくいところがね、ある。あの冷やし中華俺めっちゃ好きで、うん、夏のシーズンしか買えないじゃん、うん、夏が終わりそうだったら買いだめして、冬とかでもね、俺ね、食べてて冷やし中華大好きだよね、それは、うん、マジで好き、私、有形さんが好きって言ったけど、そんなになんか食べる機会なくて、うん、あ、へー、全然あんま好きじゃなかったんですよ。あ、そうなの、でも美味しいと思ったことなかったんですよ、冷やし中華は、うん、なんということだあ、でも、有形さんが好きって言うから、じゃあ買うかって食べ始めたら、美味しい、はい、おー、美味しいなって、ごまだれとかも美味しいよね、食べたことある、ごまだれない、あ、ないの、脂濃かったのか、昔食べたの、あ、なるほどね、脂濃いの苦手だから、うん、これね、長いから、結構一人でもね、楽しめるね、そうだね、そう、これね、多分ね、これスライダーやったの初めてだよ、うん、マジで人生で初めて、こういうなんかすごいやつね、こういうすごいおもちゃ、流すこと以外に遊べないおもちゃね、やっぱハムスターを入れるしかないかもしれない、ハムスター走らせるか3人前っつったけど全然余裕食えちゃう、ほんと、もうそろそろ死にたくですよ、あ、ルミが言おうと宣言が1個食べますよ、ほんと意外と流れることが分かりましたね、だからね、こういうそうめんスライダーでも流し冷やし中華やっても全然問題ない、問題ない、うん、ちゃんと流れます、あ、ちょ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 、早い、めちゃめちゃ早いですさ、じゃじゃ、卵、卵、あ、キュウリぐらい、あ、早いな、早いな、早いな、キュウリ早いな、敵絶対分かんないけど、敵絶対分かんないよね、俺も見えない、あ、キュウリ、あ、キュウリ、あとね、もうなかった、じゃあ残り全部僕食べていいですか、いいよ、お願いします、さあ来い、マジやばい、マジよいしょ、早いよいしょ、はい、もう麺がもうなくなりました、はい、このね、下にね、たまってるやつもね、ちゃんと食べます、食べましょう、はい、ごちそうさまでした、完食ですね、3人前でもね、もう余裕で食べれます、お腹いっぱいだよ電源、オフ、夏終了終わったなんかあれだね、うん、すごく寂しいねはい、ということで、はい、いや今回ですね、流し冷やし中華ということで、どうでした、やってみたかったからやってみたね、うん、そうね、まあ、楽しい楽しい楽しい、そう、うん、確かに楽しいです、ただ思ったのはやっぱり冷やし中華の原液のままじゃなくて、ね、ちょっと薄めて、まあ、食べてる最中にもう薄まっちゃうけどね、そうそうそう、まあ薄まるけど、ね、お好みでね、水もちょっと足して薄めた方がいいかもしれないなと思いました、確かに年に1回でいいね、年1でいいですね、年1でいいかな、うん、今回ねこれを貸してくれたね、ラボメン TV のねチャンネルもね概要欄にね、リンク貼ってありますので、まあそのね、動画もね、その動画のリンクもね、貼っ
っといて。はい。ぜひ見てください。もうとっても面白いよね。面白いね。笑うよね。めっちゃ面白かった。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。はい。また Twitter など各種 SNS やってますので、フォローお待ちしてまーす。それではまた次回の俺、お会いしましょう。リュウケンと、ルミンでした。お疲れ様でーす。なんかいっぱいだ。夏さようなら。片付けだ。助けろ。